はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。はい、皆さんどうでしょう、季節の果物って皆さん食べるようにしていますか？私もね、まあ、食べるようにはしています。一応ね、その、秋になったら柿とか梨とかを食べるようになるし、食べるようになるしっていうか、食べれたら食べるし、みかんもまあ買えたら買うし、あとね、その道の駅とかね、その季節に行けるとしたら、その桃とかぶどうとかを買ってね、食べるっていうこともあります。ただもう本当に道の駅でも当たり外れあるんだよね。柿でもなんか甘くないなとか、そう、前ね、なんだっけな、桃かねぶどうを買ってきたんですけど、なんかね甘くなかったんだよね。やっぱすり込みじゃないけどね、あのぶどうは甘いっていうイメージというか、そういうのがあるんで、やっぱりあれっていう風な感じだったんですよね。まあ、あくまでもこれ私のあれなんで、まあそういうのもいいよっていう人がいればね教えていただきたいんですけど、な、桃もね、やっぱ硬いのがいいとか柔らかいのがいいとかってありますよね。バナナもね、本当にちょっと私はちょっと黒ずんできているなっていうの、まあ、ちょっと柔らかいのが好きだったりとかするんですけど、うちの母方のとこがね、なんで柔らかいの好きなのって言われたことがあって、え、じゃあなんで結局に硬いのが好きなのって言って、なんかね、本当にまだ青いやつ、もう 黄色になりかかっているバナナ、青いバナナってあるじゃないですか。あれが好きなんだよねって、あのシャキシャキしたような感じが好きなんだよっていう話をして、思いっきりお前変だよって言っちゃったもんね。お前変だよって、まあこれはね、本当に他人っていうか、まあ身内だけど、他人だけど言えてないな、あの本当に身内だからお前変だよって言えるけど、仲がいい人でもね、お前それ大丈夫って、お腹壊さないっていう言い方はねするけどね、お前大丈夫って言えないよね。なんかそう、柔らかい方が好きだし、いとこは硬い方が好きだって言ってたね。まあ人によってね、その趣味趣向っていうか、そういうのは、まあ、全然違うからね、同じいとこでも、いとこっていうか、それはある。だからね、本当に全然違いますよね、いとこでもね、道でも。で、道の駅なんかもそういうのを目的としたわけではないんだけど、まあただ行ってみたいっていうだけの話なんだけど、そうだね、最近本当に県内の道の駅を行ってないな。本当にっていうか、県内の最新の新しいところが、足柄にあるんですよね。そこに一回行ったぐりきりで、本当にその山北とか清川村とか、箱根峠もね、本当に行ってないですね。特に箱根峠は行ってないです。お土産屋さんが本当にないんですよね。本当に休憩所っていうようなところなんで、お土産も
目的とか、そのご飯を目的に行くところじゃない。本当に休憩所っていう、いう感じ。あと景色を見るっていう感じのところで、本当に足柄とか山北もまあ休憩所って言い方もあるかな。うん。本当に富士吉田とか鳴沢とか、あの山梨のね、まあ東京だと八王子の方とか、まあ、千葉県でも何だろう、保田小学校とか、そういうところじゃない、そういうようななんか人気のあるところじゃなくて千葉県の鋸南町にある鋸南っていう道の駅があるんだけど、それと同じぐらいなんか寂れているというかなるほど、うんうんって感じのところでしたね。そうだね。まあほとんどがもともとある建物を、まあ二小学校は別にしてね、ちょっと改装して、まあ道の駅っていうような感じで作ってるあるような感じなんですよね。で、鋸南ももともとその漁港の組合所みたいな感じのところを改装したっていう感じだったんで、うんって感じかな。あんまりトイレもね、綺麗なところ、外側のねトイレもあんまり綺麗ではない。うん。それだったらもう本当に群馬県じゃないや、どこだっけ、秩父の足がくもの方がすっごい綺麗ですまあ比べるねあれではないんだけど、うん、でも話はそれちゃいましたねもう本当にそれはね、人それぞれですね。好みもありますし、うん、果物ね、本当に甘いものが当たったと思えばいいんだけど、本当に当たったなと思ったのは、その山北の何年か前の、ちょっと多分同じぐらいの時期だと思うんだけど、みかん買おうかっていう話をね、旦那さんとしてて、うん、でやっぱ個人のかな、まあ農園もやってるだろうけど、個人でやってるのか分かんないんだけど、まあたまたまこれがいいかって思って、まあその、ね、生産者の方の名前が書いてあったりとかするじゃないですか。うん、たまたま、ま、その手に取ったものがすごく甘くて美味しくて、うん、控えればよかったなと思って、まあ、そこでねまたその人のお家のものが出ればまた買うのになとか思ったんだけど、まあ、それでもその年とその年というかさ、その時期によってさ、同じ人のそのみかんだったりしても、その時によってねやっぱ酸っぱかったりとか甘くなかったりとかするんで、っていう感じなんだけど、皆さんどう思うでしょうか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。それで皆さんさようなら。